まあ、いいピッチャーですとなかなかこう打てるのはしませんからね。1打席に、ね、はい、1球来るか来ないかですから、そうですね、ね、そういう世界なんで、はい、福田が今1番に帰っています。まずはスライダー、2球目、ここはアウト、5球目、今長めにボール持ってタイムをかけました。今のタイムはちょっとね、はい、うん、これ危ないですよね、はい、急に緩めたりするとなんか、はいはい、肘に行きたいとかね、あるんですよね。ここでストレート、ワンバウンド、三塁方向ですがファールボール、内側行きました、ストレート、それをファールにしました。打ち上げてレフト、シュートを追っていって、これはスタンドファールボールです。これもカットします、ストレート。いや、今のはナイスカットですよ、はい、まあ、まっすぐ軸にそこにスライダーチェンジアップというね、そうですね、はい、11球目、打ってファーストゴロ、おっとこれをジャックル、セカンドランナーは三塁に止まっています。記録はファースト中村晃のエラーです。打球はレフトへ、シュートを下がって落下点、追いつきそうです。ボールを取ってスリーアウト、宗はレフトフライ、このチャンスもハローズ生かすことはできませんでした。和田が踏ん張っています。ゲームは序盤3回終わって両チーム無得点です。